立派な高架駅となっています。さあ、ここは神奈川県横須賀市、京急久里浜線の京急久里浜駅です。今回はこの京急久里浜駅から品川駅を目指します。ただ今日は超急いで品川駅に行きたいということで、京急久里浜駅から品川駅を最速で結ぶ電車に乗車していきます。最速シリーズ、今回もよろしくお願いします。この久里浜の地域には品川までつながる JR 横須賀線も乗り入れていますが、遠回りであるためだいぶ時間がかかってしまいます。ですから JR の利用者は少なめ、京急線の利用者が圧倒的に多くなっています。乗降客数も京急は3万人台となっていますが、 JR は5000人台。そんなわけで今回は京急線に乗っていきましょう。ということで今日乗る電車はこちら、京急久里浜駅9時49分発の当駅始発快特千賀口行きです。この電車が京急久里浜から品川までの最速電車となっています。やはり京急の最速電車といえば快特、日中は多くの電車が最速急で結んでおります。さあ、北久里浜方面からやってきました。こちらが今日乗ります京急久里浜と品川を最速で結ぶ快特千賀口行きです。久里浜の車庫から出庫してきた2100型の8両編成での運転でした。日中の快特千賀口行きの多くは2100型での運転、2度はオールクロスシートで観光気分を楽しむことができます。そして京急久里浜始発の電車は三崎口発京急久里浜止まりの電車と接続を取ります。おそらく2100型を出庫させるために、この時間は京急久里浜始発で交換する電車が多くあるのでしょう。では左側の電車に乗車していきましょう。京急久里浜駅を発車、京急久里浜から品川までの最速電車の旅がスタートしました。終点の品川までの所要時間は52分。久里浜から品川というと結構遠いイメージがありますが、1時間かからず到達してしまいます。 JR で行くと1時間20分くらいかかりますから、所要時間は実に30分差。ここまで遅いとなかなか JR を使おうと思う人はいないでしょう。運賃も京急の方が140円くらい安くなっています。ということで今回は早いシーンを中心に目的地の品川まで解説していきます。最後までよろしくお願いします。電車は京急久里浜駅を発車したら、途中の堀之内までは各駅に停まっていきます。早速景色に広がってきたのが京急の車両基地。こちらは左側は京急電鉄の車両パークとなっており、車両の留置や検査を行う工場が設置されています。そして右側は京急ファインテックとなっており、こちらは京急線など多くの車両の整備を行っています。ここは京急に乗っていてもなかなか面白い区間。今回はこの先にも車両基地をいくつか通っていきますから、順次ご紹介していきます。右側にはブルースカイトレインが入れ替えを行っていました。さて、京急久里浜駅を発車してから5分、まもなく電車は堀之内に到着します。堀之内駅は京急本線との合流駅、ほとんどの快特が浦賀始発の普通と接続することになっています。この接続によって浦賀方面から都心への速達アクセスも確保しているようです。またこの先の金沢八景までの通過駅へ行く場合はここで乗り換えとなっています。堀之内に到着です。電車は堀之内を発車、ここから先は通過運転を行います。この先の停車駅は横須賀中央、金沢八景、金沢文庫、上大岡、横浜、京急川崎、京急蒲田です。快特ですから停車駅は最小限に絞られています。今回はこの先2つのパートに分けて品川まで向かいます。前半のパートはここから横浜までです。この先しばらくの通過高速運転をお楽しみください。
さあ、ということで電車はある程度の速度まで加速し、惰性運転を行っています。堀之内から横浜までの区間はカーブ区間と直線区間が交互に続いており、電車は加減速を繰り返していきます。またカーブにも緩やかなものから急なものまであり、こんな感じでカーブを加速しながら駅を通過していくこともあります。こちらは県立大学駅、普通電車しか止まらない小さい駅です。京急は普通しか止まらない駅は6両分しか対応していなく、すぐに通過しきってしまいます。またこの区間はトンネルが多いことも特徴。この辺りは山を切り開いて電車を通した区間となっていますから、トンネルが多くて当然です。トンネルの中でもカーブは続いており、電車はちょうど減速していきます。そしてトンネルを抜けたらすぐに駅を通過していきます。こちらは辺見駅を通過していくところです。この駅は対比可能駅となっていますが、日中は追い抜きはありません。また急カーブの中の駅のため、電車の通過はゆっくりとなっていました。さて、電車は京急栗山駅から大浜駅までの横須賀市内を抜け、今度は横浜市に入りました。この先鶴見市場までずっと横浜市内を走っていきます。そして左側には逗子葉山方面からの逗子線の線路も見えてきました。まもなく電車は金沢八景に到着しますと思ったら、踏切の特殊信号発光器が点滅。電車は急ブレーキをかけました。京急の車両はどれもブレーキ性能が良いですから、急ブレーキの衝撃も大きいです。ただ幸いにも大きな事故ではなかったようで、止まることなく徐行運転で済みました。このまま金沢八景駅に到着していきます。金沢八景駅は2面4線の対比可能駅。下り電車はよく対比を行っていますが、上り電車の対比は全て隣の金沢文庫で行っています。ちなみにこの駅は割と最近の2010年に快特が止まるようになったそうです。金沢八景から金沢文庫までの区間には金沢検車区が広がっています。ここも栗山と同じく左右どちらにも車両基地が広がっています。また一駅ですが、電車は結構加速。車両基地横をこうして高速で通過できるのもなかなか面白いことでしょう。下りの2100型回送電車ともすれ違い、下りはまだ朝ラッシュ後の開始運用が続いており、若干供給過多の状態となっております。そしてその先にあるのが金沢文庫駅。この金沢文庫までは最速級の18分で到達。また左側には普通電車が停車しています。この先の横浜までの普通しか止まらない駅の乗り換え電車となっています。金沢文庫に到着です。金沢文庫から先、上大岡までは直線区間が多く、電車は結構スピードを出して走ります。この区間は便によって所要時間が異なっており、10分くらいかかる遅い電車も運転されています。しかし最速のこの電車は6分で走破、余裕はほとんどありませんから、制限速度ギリギリでずっと走り続けます。ただカーブももちろんありますから、その時には少し減速、またカーブを抜けたら加速というプロの運転テクニックを見ることができます。途中の駅もどんどんと通過。京急はとにかく駅間が短く、駅の数も多いことが特徴。今日の快特は横浜までで16駅も通過していくそうです。 JR は駅間が長く駅数も少なくなっていますから、優等種別に乗っている感じが出るのはやはり京急でしょう。こちらは屏風ヶ浦駅を通過。この駅は漢字が難しく、馬行が2文字、濁点が3文字も入る珍しい駅名となっています。そして駅を通過したらカーブのために少々減速。この先は結構な急カーブのようで、かなり速度を落としていました。そして高架区間にも入り、電車は間もなく上大岡に到着します。この駅は2面4線の対比可能駅。普通電車を抜かすと思いきや、ここは京急独特のダイヤ設計、エアポート急行を抜かしていきます。エアポート急行は京急蒲田まで快特や特急よりもさらに停車駅が多い種別です。あまり速くないため、多くの電車が
快特や特急に抜かれるダイヤとなっています。上大岡駅は1日の乗降客数が10万人の駅、多くの方が乗車するようです。上大岡の次は横浜に停車、電車は間もなく南太田を通過していきます。先ほど上大岡ではエアポート急行を抜かしていきましたが、今度は普通電車を抜かしていきます。この駅はカーブに挟まれた駅であり、そんなに速度を出すことはありません。ちなみに南太田で抜かす普通電車はエアポート急行にも抜かれてから発車することになっています。そしてこの先横浜までの区間はカーブが特に急な区間となっています。しばらく電車はスローペースで走っていきます。そのカーブの中でも特に横浜駅の手前は急なものです。制限速度は40キロとなっています。横浜駅周辺は京浜東北線や港未来線など全体的にカーブが多いことが特徴。その中でも地上を走り一番カーブがきついのはこの京急線となっています。ということで電車は改めて横浜に到着します。ここでパート1は終了です。京急栗山から横浜までの所要時間は34分、40分かかる電車もある中でしっかり最速で結んでおりました。この先のパート2もお楽しみください。電車は横浜を発車、ここからはパート2。この先の区間は京急名物の超高速運転を見ていきましょう。さあ電車は次は京急川崎に停車、途中は神奈川から八丁縄手までの10駅を連続で通過していきます。電車は早速左側の横須賀線と競争していきます。あの横須賀線の電車は栗山駅9時32分発、この電車の17分前に出発した電車。横須賀線がいかに遅いかがよくわかる電車となっています。またこの先の区間も横須賀線は武蔵小杉経由で遠回りとなっていますから、品川到着もこの電車の方が早くなっています。そして若干減速しつつではありますが、電車は神奈川新町駅を通過、ここの減速はデフォルト、どの電車も減速していくようです。また神奈川新町駅には新町検車区が併設しており、その横を通過していきます。新町検車区近くには JR の車両基地もあり、東神奈川の地域には車両基地が集積しているようでした。さあ電車は車両基地を抜けたらすぐに小安駅を通過、同時に普通電車も追い抜いていきました。そしてその後電車はどんどんと加速、京急線の横浜から品川までの最高速度は120キロ、しかもその120キロを出すのはこの快特のみとなっています。さあまだまだ加速途中ですが、高速で京浜東北線を抜かしていきます。この横浜から品川までは京急線の最速が17分、一方 JR の最速は16分となっており、 JR の方が早くなっています。さらに運賃も京急線の方が高くなっています。実は横浜から品川だけで見たら京急は遅くて高い路線ですから、京急線を使う人の多くは横浜から品川までではなく、横浜までの区間から都心へ、あるいは横浜から品川より先の都営浅草線方面の利用者となっています。さあ電車は引き続き120キロ運転中、このまま京急鶴見駅を通過していきます。この駅はカーブが特徴の対比可能駅、普通電車をまた抜かしていきました。横浜から京急川崎までで個人的に一番好きなのがこの京急鶴見駅の通過、迫力満点の通過となっています。下り電車とも次々とすれ違い、今すれ違ったのは回送電車となっていました。そしてこちらは京急川崎を発車し京急蒲田に向かうところです。すでに多摩川を渡って神奈川県から東京都に入っています。電車はこの区間でもちゃんと高速運転を行っています。同じ川崎から蒲田を結ぶ京浜東北線とは全く違います。途中駅も次々と通過、高架区間で軌道もしっかりしていますから、あまり揺れることなく乗り心地も良い最速の電車となっていました。さて電車は京急蒲田を発車、次が今日の目的地品川です。先ほど
京急の方が遅いとお話ししましたが、京急は京急蒲田にも止まって JR と1分しか変わらないわけですから、実質京急の方がスピード感があります。この先品川までも引き続き高速運転、日中は羽田空港発着の電車も含めて5分間隔で快特が運転される区間となっています。さあ、この区間で迫力満点なのが平和島駅の通過。ここも京急鶴見と同じくカーブ区間となっており、なかなか楽しい区間となっています。また普通電車も1本追い抜き、平和島も京急鶴見も上りはカーブの中高速で普通を追い抜く快特らしさが一番出る区間となっています。ぜひ皆さんも乗った際には注目の区間です。また京急蒲田から品川までは大半が高架区間となっており、都心を高速で駆け抜ける楽しさがあります。沿線にはマンションやビルも結構多く、その中を120キロで通過できるのは京急ならではのことでしょう。 JR は線路が多く、電車と街に距離があっていまいちスピード感が伝わりにくくなっています。そしてこちらは立ち合い川駅を通過、電車は減速を始めました。ここから先は品川までカーブが連続的に続く区間、120キロの高速運転はここで終了です。さて、京急栗山駅を発車してから52分、電車は間もなく目的地品川に到着します。京急栗山から品川までの最速快特電車の旅、途中の横浜まではカーブが続く区間ではありますが、その中で制限速度の範囲内で高速運転、そして横浜から品川までの区間では京急名物の超高速運転、どちらも楽しむことができる電車となっていました。ここまで早いですから、栗山から品川まで行くなら絶対に京急をおすすめします。目的地の品川駅は2番線の到着、この電車は泉岳寺行きですから、この先もう一駅運転します。目的地品川に到着します。はい、お疲れ様でした。品川に到着です。いやー、これは本当に早かったですね。まあ最速52分と、まあ1時間かかんないと、まあ、だいぶ距離感も近くなりますから、栗山までの時間的距離を縮めているのはやはり京急の力となっています。まあこれに乗ってしまうとなかなか JR を使う気にはなれないかもしれません。では最後、乗ってきた電車を見送っていきましょう。また品川から栗山までの JR の最速電車もいつか乗ってみたいと思います。はい、ということで今回は京急線の京急栗山から品川までの最速電車をご紹介してきました。このような京急線の動画、また最速シリーズまたやっていきたいと思います。気になる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。